はい、山崎浩さんがピッチングを居残りでまた始めました。先週雨でしたので2週間ぶりのピッチングということになります。西村信則投手に勝つということで、いろいろ西村投手から理論を学んでですね、実践をしていますが、手首をしっかり下の方にしっかりと、叩きつけるように使うということを教えてもらって実践していますが、ちょっと手首が痛いということで、かなり手首を強く使うことはできているようです。縦回転の非常に綺麗なボールなんですが、ちょっとボールの握りがいつもと違うということなので見せていただきたいと思います。ちょっと見せていただけますか。普段はこの縫い目に合わせてこう握ってるんですけど、どうしても指にかかる感覚はないので、どれか指にかかるのはないのかなって探してくると、どうもこう握る方がこの2本に投げた時にしっかりこう指にかかってこう押せるっていう感じが出そうなので、これに変えてます。で、少し投げた後にここにこうボールをこう切るって感覚がこの方が出そうなっていう気がしてます。はい、2本の指をボールの縫い目にまっすぐ当てているということですね。ボールは結構勢いがあるボールがいっております。以前に比べてやっぱり腰の周りが速くなったのと、腰の周りが小さいということがちょっと感じられますね。